新型コロナウイルス対策の酒の提供をめぐる西村大臣の発言について、菅総理大臣は公明党の山口代表にご心配をおかけしましたと陳謝しました。総理からご心配をおかけしましたというお話がありました。先払いも含めて対応するというところを協力をいただけるように進めるべきだと。また山口代表は西村大臣から事業者の皆さんのご協力をいただけるようにしっかり頑張るという電話が直接あったと明らかにしました。その上で丁寧にやってほしいと苦言を呈しました。一方で酒類の提供を続ける飲食店との取引を停止するよう卸の事業者に求めることについて、撤回するべきか問われると山口氏は自発的に協力いただけるよう努力することが大事だと述べるにとどめました。